1945年の8月6日、どういう一日を過ごされたのか。広島の1年生だったんです、12歳で。当日は私はまあまだ支度してなくてワンピースを着て、髪を整いたりを下着はしてたんですよ。8時15分突然そのうううて空襲警報が鳴ったんですよね。建物ピカーッとしてドーンとも同時ぐらいですかね。ガラスはもちろんですけど、屋根の瓦、目の前が見えんぐらいもう。 なってうしたらもう顔から,んから血だらけねみんなが泣きながらもうドキドキこうしながらみんなでわーいってどれぐらい時間がたったかも全然わからないとにかくもう怖いだけでなんとか歩き出したんですけど白くもないし熱いし熱いとか全然感じないんですよねもう怖いのと逆に向いてたんですよねひばあのー、落ちたところより反対に人がこう。 原爆を押した方へ向いといたのがもうものすごい焼けとされて。だからそう私がこっち向いとったら焼けとしてたっていうことなんですよね。